大きくなりましたね。皆様オラオレンジクレープガロチャンネルのお時間です。今日はですね、面白い兄弟の多いご家族が来ていただいた時の模様をお送りしたいと思います。前にもこんなこと言ったような記憶がある。たまにいるよ、本当に。下の男の子何歳になりました？1年生。あ、もう1年生です。もう1年生ですか。今度2年か。4月で。ああ、そっか。ああ、ね、そうですね。早いですね。人様の子は早いです。一番上が中1です、今。あ、今中1ですか。うん、今度中2。そう。中2大変ですよ。中2ね。もう中1って大変だけど。あ、女の子だからかな。ねえ。なんとも言えないですよね。中1、中2。ねえ。もっともらしい答えも返ってくるね。けどね。ねえ。まあでも通らなきゃいけないところでもあるのかもしれないですけどね。ねえ。こればっかり親にならないとわかんない。こればっかりは本当親にならないとわかんないですね。自分が中二の時どうだったよって言われると、いやー何も言えませんとも思うけど、そう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 。だからやれって言ってもやらないよね。そうですね。ね、うん、自分で危機感持たないとやんないから。そうなんですよね。結局人間ってそういうもんのかなと思って、ね、そうだから言ってもしょうがないなっていうところと、うん、言わなきゃならないなっていうのも、そうそう難しい。で、自分的になんていう多少はあるんだけど、危機感が、そうそう、だからそこになんかあんまり言ってもね、と思ってほっといてるんだけど、ね、だけどパパはすごい勉強勉強勉強って、いやめんどくせえみたいな。ね、難しいね。僕なんかもあんまり言われて育った方がもんで、言いたくないっすよ、うんうんうん、なんだけどやっぱこう言わないと動かないし、そうそうそうね、だから別にね、普通であればいいと思うんですよ。普通ならね、普通なのかどうなのかがさ、普通なんだろうな。私は勉強わかるよって言ったよ。今のとこ？あ、本当？お姉ちゃんが？私。あ、私ね。眼鏡かけたから。私はまだいいよね。眼鏡かけたからやる気出た。うん、いいね。それで都道府県も全部合格。おー、都道府県も全部合格した。すごいじゃん。まあ、このまま やる気を出し続けてほしいけどね、親としてはね。続けていただきたいね。でこれがね、中学1年とか2年になるとこれがまたね。ね、本当そうですよね。本当に。小学校の子やっぱね、頃とは違うね、やっぱ。うん、うん、そうですね。全然違いますね。ね、なんとなく、じゃあ通んないもんね。なんとなくじゃ通んないですね。中学じゃね。そうだ。通らないんだよ。いいみよちゃん、点数に出ちゃうから。そうなんですよ ね。で、勉強の内容もね、そう。中2から難しくなるんですよね。ねえ、でも中1でつまずいてんだけど、すでに。まあ、うちにも同じようなのが一人いますけど。でも、頭痛いですけど、もう分かんないもん。しょうがないよね。うちは中2は、今度中3なんですよ。次男がね。うん、だもんで、お前もう塾行け。
魔法ばっかやってんじゃねえ昨日の余裕言ったばっかすねえ、ほんといいな、すごいってんだ。じゃあさ、邪魔なの本当は本当に邪魔なのよ、勉強のあれはね、みんな欲しがるしね、一人一台みたいな感じで、中ちょっと前まで高校受かったらっていうお母さんがめっちゃ多かったんだよ。今はさ、中学入ったらみたいな時代でしょ。ねえ、ねえ、リンさん、自分一人走んなくてなんか自分も走んねえな。お姉ちゃんってそういうもんなの第一子長男長女ってそういうもんなんだ自分自分はいいんだよ、自分はいいけど、お前はやるなって言って、お兄ちゃんはそんなの面白いよ覚えてる、鼻くそのって鼻くそ食べてたね、あなたじゃないのよ鼻くそのって覚えてくれたのは嬉しいんだけどさ、鼻くそ食べてたらあなたよ、あなたよ、ね、面白いね。小学校低学年ぐらいまではね、まだ可愛くていいけどさ、ほんとねえ、え、噂のお姉ちゃんはスマホや持ってるの？持ってない。持ってない持ってない。あ、持ってないんだ。だけどタブレットは。タブレットがある。タブレットがある。見て見て見て。三人で一台。見て見て。家の中でできるよね。香水のパクリがある。シナノドルチェ。香水のパクリじゃん。あ、香水ね。ドルチェ。シナノドルチェ言える？ちょっと言ってみて。シナノドルチェ。それ言うか。シナノドルチェ。お、言えんじゃん。シナノドルチェ。こ香水のパクリじゃん、あのなんだっけ、歌ってみて、香水歌ってみて歌ってみて歌ってみて歌ってよ、そのドルチェ&ガパーナーって歌ってよ、それは恥ずかしいな小学校、新小学校に新2年生にそこ それが出てくると思わなかったよ、俺さんが香水のパクリじゃんってあれはドルチェ、香水の歌がドルチェ&ガッパーナっていうのをパクったんだよ、だけど、ね、確かに確かにそうそうそう、もうパクリのパクリだからいいじゃんもうそうね、あのね、香水って本当はドルチェ&ガッパーナっていう歌じゃない、え、違う違う、歌じゃないんだよドルチェ&ガッパーナっていうあのブランド品ね、そうそう、うん、ブランド品で、うん、そうそうそう、まあ香水があるんですよ、変な音、変な音、喉痛いの大丈夫喉かゆいの、花粉症、花粉症で喉かゆい大丈夫鼻くそ食べなくなったと思ったら、いや食べてるね、鼻くそ食べなくなったと思ったら変な声出すようになってたじゃん、変な声出す、あうダメだった、喉つぶれない、大丈夫か、おれ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 、いらっしゃいませ、受けるとずっとやるからね、この辺でね、止まんない、まあおじさん的にはドルチェ&ガッパーナの話が小学校2年生が言うと思わなかったけど、歌ってくんないの、歌うのは恥ずかしいね、歌うのはダメなの、何お姉ちゃんが 歌を聴いてるのを聞いて覚えたの、なんで覚えた、M ステでやってた承認が M ステってすごいな、 M ステで普通にやってた、確かにやってた、じゃあ M ステは何の略で M ステなの、そう、何の略、 M ステ、
さあ分かってる。ミュージカルで。ステーション。M ステで覚えてんだよね。だってこいつが言うの。こいつって。こいつって誰？さとみのこと。お姉ちゃんのことこいつって言ってダメだと思うよ。ママのこと今。え？母のことをこいつって言いながら呼び捨てにしてた今。いやどうかと思うな。あなたを産んでくれたお母様ですよ。逃げた。ね、鼻くそをほじりながらね。ね、そんな子供を産もうと思って産んだわけじゃないんだけども。ね、さ、まさか呼び捨てにするとはさ。ダメだな。クレープのなんかやってる。ドルチャンドガッパーナがわかるんだったら、英語の単語3つぐらいは覚えられるね。カルロスチャンネルか、タブレットで検索してみよう。うん、お願い、よろしくお願いします。グッドボタン何件出てる？グッドボタン押してください。よろしくお願いします。ねえねえねえ、あ、ダメそれ。あれだよ、タブレット1個だったら1回しかグッドボタン押せないからね。間違っちゃダメだよ、間違ってバッドボタン押さないでよ。え、これそうそう、バットボタン。あ、そうそう、ダメそれは。バットボタンね、間違えて押してももう一回押せばさっき。あ、本当？そうなの？それは知らなかった。小学校4年生からお尻入れる。私も押しちゃった時ある。あ、押しちゃった時あるね。そう。押しちゃって、あ、違う、グッドボタンだったってやり直したの？そう。え、俺はね、あのね、フォートナイト解説員っていうね、ヒカキンとかの悪口とかを、ね、言う人のね、やつ。ボタンじゃないやつ、これ押した。ああ、悪口だからね。うん、いいんじゃない。あ、今に誹謗中傷してる人たち、あれだよ。攻撃されるよ、今。俺はどこにいるか。いやー、ドルちゃんとパパはね。いや、香水のパクリじゃね、一番笑ったよ今。めっちゃ面白いね、笑いのセンスあるな。え、俺どこにいるか誰？なんだっけ、吉本興業のお笑いの学校に行く、いる。違う。俺この前、下のところだよ。あ、下のところ。ちょっと高度なことになると思う。面白い。あ、おかしい。でも兄弟多いと賑やかで楽しいですよね。ねえ、でも喧嘩ばっかりするけど一緒に遊ぶんだよね、面白いですね。そうそうそう、で、ね、兄弟ってそうですね。ねえ、そうそう。うん。こうもうわーってやった後に一緒にこうくっついてタブレット見たりするんですよね。あの光景が面白いよね。面白いよね。ねえ。みたいな。さっきまで大声出して喧嘩してたじゃんみたいな。リンゴだ。バナナ取り。ちょっとダメでさっちゃん。バカだ。あ、上手だ。あれでおじさんちでバカっていう言葉使っちゃダメだもんでね。子供らなんていうか知ってる？あげようか。馬年かって言う。で昨日の夜はね、お前とか言ってるからね、お前はダメだって言ったらね、そういう時英語使えって言って、You とか言って、その方がまだいいぞなんて。確かに。You。ね。馬としかいいね。え、馬としかってね、あのね、あの、ウネツ原始のね、歌に入ってたけどね、私俺、馬とバカだったよ。うまうま叱ってかからないもん。で歌が好きなんだね。歌の話が結構出てくるけど。そうなんね。あね、K-POP。K-POP 20。お、いや20。TWICE。TWICE。TWICE。発音ちゃんとしないとね。そうそう。怒られる。そうそうそう、ガチファンに怒られるからさ。正解はプレビ。なんかうちも踊ってるよみんなで。キレがねえなとか言われたっけ。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。最近の小学生は情報が早くて流行りに敏感ですね。お母さんは悩んでましたけれども、
それでは皆様、アディオス。